はい、どうも、こんにちは。こんばんは。ジャッジメントです。今回はですね、今回はですね、イベントに行ってきましたので、そのね、今日はね、1月31日、31日じゃない、1月30日ですね、30日です。にイベント行ってきたので、それの、まあ、成果とか、感想ですね。で、こちらですね、なんか見えてますね。見えてますね。もう見えちゃってるわ。まあいいや、見えちゃってるからいいや。こちらね、竜王のお仕事2巻の発売記念イベントなんですけども、発売記念イベントということでね、白鳥四郎さんのね、サイン会&トークショーっていうのを行ってきました。多分ここら辺に画像載ってると思うんですけど、もう見えちゃってるんですけどね、これ、じゃんけん大会があったんでね、それでね、もらえたんですよ。じゃんけんに勝って。これあれよ、1名だよ。ちゃんと、そのイベントのポスターなんですけどね、その今日のイベントの、こんな感じですね。こんな感じ見えるかな。こんな感じなんだけど、やばいよねこれ。直筆だからね、ちゃんと、ちゃんと直筆で、イベント前に書いてもらったやつらしいんで、これいいよね。ちょっと画質悪いけどな、イベントの。 まあそれは仕方ない、ただの紙だし、ポスターって言っても。まあ、これにサインもらったのと、あとちゃんとね、この本の方にもサインもらいました。これは別でサイン、プレゼントってことで、じゃんけんに勝った人だけもらえるやつなんですけども、他にもね、まあ、本が挟むやつとか、いっぱいあったんですけどね、まあ、これもらいましたね、一応。じゃんけん何回か負けて、これもらいました、結局。でね、まあ、ちょっと待ってくださいね、これ、島内でちょっと話すんですけど、今回初めてね、ライトノベル作家とか、まあ、小説家の、イベントに行ってきたんですけど、トークショーもあったんでね、ちょっと話してたんですけど、やっぱね、小説家だから、トーク力があるから、すごいね、結構面白いですね、話も喋りますし、よく。本当、話が面白くてね、飽きない。しかも、面白いことばっかり言ってるから、めっちゃ、本当に、尊敬するぐらいですね。あとね、こちらね、ちょっと、折れちゃったかな。トークショーの、サイン会&トークショーの参加限定特典ペーパーってことで、これはコピーかな？でも書いたのかな？姉弟子って、この竜王のお仕事の役立たんですけども、ちょっとほら、1月30って書いてるでしょ。こちらね、ちょっと紙1枚で、ただの、か、あの、紙袋に入れてたから、折れちゃってるけど。これはね、クリアファイルに入れて、現地保存ですね。こちら2巻なんですけども、僕はね、この間、紹介したと思うんですけど、こちらのね、フレット、アニメと限定のフレットと、あとドラマ CD のついたやつ、限定版ね、買ったんですけど、この限定版のやつね、この限定版のやつについてきたんですけども、あと、イベント券がね、で、サインはね、こちらの方の、どこかな？あれ？あ、ここですね。ここに、サインしてもらいました。すごいよね、これ。本当に、感謝ですね。一巻の方でもね、一巻の方紹介したと思うんですけど、一巻の方でもね、サインがあったんですけども、それは直筆だと思うんですけど、直筆だと思うんですけど、名前しか書いてなくて、今回のイベントはね、この竜王のお仕事のキャラクターを書いてくれたということで、ちゃんとね、本当すごかったよ。トークショーもあったけど、結構面白かったしね。あと、まあ、写真も撮らせていただきました。ツイッターの方にアップしたんですけども、ね、一緒に写真撮らせていただいたし、まあ、いろいろできたんでね、楽しかったですね。また、まあ、白鳥さんのイベントは行きたいし、まあ、あと、他のね、ライトノベル作家さんのイベントも行きたいですね。まあ、機会があったら行ってみたいと思います、また。神崎宏さんとか、行きたいけどな。あ、じゃあ、神崎宏さんは絵師だね。すいません。神崎宏さんは絵師だ。そう、絵師のイベントも行きたいんですけどね。監督とかね。まあ、小説家とかライトノベル作家のイベントもまた行きたいと思います。ってことで、今回もご視聴ありがとうございました。ね、リオのお仕事、みんな面白いよ。読んでみて。俺まだ2巻は読んでないんで、ちょっとあれなんですけども。将棋のね、お話なので、ぜひ読んでみてください。
ということで、改めて今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。